皆さんこんばんは、キズナ長崎です。ちょっと席替えをしてみました。ピヨピヨ軍団のお菓子です。で、北海道のカルパス、長かったんですけどね、刺身包丁で薄作りにしたらこんなになりました。めっちゃ美味しそうです。そして鶏の唐揚げでございます。ヒカルくんがドラミちゃんを気になるみたいで、いつもの席はと言いますと、いつも投稿すべてが絆が左で、でその次にキララちゃん、そしてソラちゃん、でのぞみちゃん、でヒカルくんの隣に亀のレオくんがおるわけでございます。よいしょ。今日朝分かった、帰り道家にたどり着いた時には11度でした。春も一休みってことですかね。触った、薄着でした。くーちゃん、なんか耳のいつもより垂れといよ。どがにそうだね。なるほどね。くーちゃんの親方です。親方かおるけんがびっくりしとった場合な。そうやろ、タレパン団子となっとったって。耳のちょっと垂れとったよ。垂れとらん、垂れとるよね。そうやろ。はい、くーちゃん、なんか鼻についとっぱって。よし、いつものくーちゃんでございます。今日は天然水生ビール香るエールモルツさんということでございまして、頑張った。ご褒美、いただきます。あーまでうまい。あら、つまようじの中あった。ストーブがあればですね、アルミホイルを置いてこう焼いて食べたら美味しかったですよってね。その焼きながらちょこちょこ食べるのが私は好きです。アパートがね、狭いがためにストーブとかこたつとか一切ありません。うまいな。すごい歯ごたえがあって、噛めば噛むほどジューシー。そしてこの小さいやつでもですね、1個だけでも十分おつまみになります。もうここで焼酎と日本酒もいけます。ちょっとね、体がね、まだちょっと冷え込んでるということで、ビールもそこそこ飲みますけれども、ちょっと熱かんだ。湯気が立っております。1分40秒1号。今日は月経感。焼酎はわからん、混ぜて飲んだら悪いよ。すっけんね。いただきます。それではですね、から下から漏れることはありません。漏れるやつ漏れないやつはあるかもしれないけれども大丈夫です。おチョコです。後でゆっくりいただきたいと思います。
5分ば過ぎてしまった。今日のスポットライトはですね、大体最近みんな来とるよね。何十年前だろう、20年ぐらい前かな、もっと前かもしれない。観葉植物のポトスを買った時についてたんですよね。こんな飾りで、こんな飾りで取れてしまったけれども、豚ちゃんのハムくんです。